たぜ。 SS ぶちかましてやるぜ。行ってこい、インビジシアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よ、今日の夜会は近畿の獄14の獄にチェシャネコを使っていくってやつだぜ。チェシャネコのステータスは右に用意してっからよ、よく見てくれよな。そんじゃ最初はよ、立ち回りを説明していくぜ。エデンの中にぶち込む動画を撮りすぎてよ、まあ、撮りすぎてっていうか何回も失敗していってるうちに結構ここのコツが分かってきたんだ。見といてくれよ。まずは左に入って次、右。この岩の隙間らへんを狙って入ったぜ。ルーシー、聞こえてるぜ。そんで次はよ。まあ、さっきの感覚が残ってる間に、右に入っとこうぜ。そうするとよ、ラストは楽に突破できるぜ。いいんじゃねえか?これでいい感じに2-2になったぜ。で、ここはブロックを外して降りていけば簡単に倒せるぜ。いいんじゃねえの?で、次もよ、ブロック外して横間で地雷を取って木を簡単に倒そうぜ。オッケー。じゃあ次は気楽に間に入ろうぜ。そして次もブロック外してゆっくり降りていこうぜ。ミスった、ミスったぜ。こんなにスムーズにいってミスる、かっこ悪。まあゲージ外してきゃなんとかなんだろう。ておい、こんなことあんのかよ。ああよかった、上のやつで。よし、そんじゃあここでよ、チェシャネコのステータス、アビリティ見ていくぜ。反射スピード、啓蒙覗く、アビリティ、マインスイーパー M、妖精キラー L、ゲージショトレ、アンチブロック、魔王キラー。こいつのステータスはよ、頭いってるぜ。マジで近畿の獄14に、土適性、そのために作られたような感じがするぜ。まず説明するとよ、これ、マインスイーパー M って、まあ、地雷があるじゃねえか。そんでよ、妖精キラーってあの、木、こいつ、こいつが妖精なのよ。見てこの威力、半端ねえよ。で、まあ、ゲーショットアンチブロックはまあ、使いやすい。まあ、当然なんだが、魔王キラーはどういうことなんだっていうと、このスフィンクスのチビちゃん、こいつがよ、魔王なんだ。やばくねえか。こいつはマジで言ってやがる。俺はこいつが狙ってたのによ、全く出ねえんだ。なけなしのオーブを使ってよ、一番いらなかったネムが出やがった、サーブも。まあ、ネムは可能性があるから。いらねえとか言ったらかわいそうだ。で、在庫処理をどんどんやっていこうぜ。まあ、あとよ、こいつ、チェシャネコは、SS のターンが貼ったんだよ。めちゃくちゃ使いやすいんだ。在庫処理で使うのもいいんじゃねえか?下行くのもったいねえから、ハマるの狙うか。いや、ハマらねえ、そんなにうまくいかねえか。次は、すくよみ、ゼロで、このキちゃんを倒す。おれ、おれ。で、スフィンクスと、これが移動。で、これはよ、弱点を無理に狙う必要はねえぜ。弱点が別で入りやすい方入ったら十分ダメージは見込める。
まあこのなんか入ったらダメにしてんだろうなっていうの感覚はうまくやっていけば掴んでこれると思うが、まあ、それでもいつもうまくもいくわけじゃねえぞ。オッケー。まあもっと出てほしかったが。あれ、スウィンクスがいつまにかやべえな、タンスが。ここは倒すのを優先するか。おかしいな、今までこんなことなかったんだから。片方に行き過ぎ。これ難しいんじゃねえの。やっぱり入らねえ。おお、そっち行ったか。まあ、これで突破よ。ええ、嘘だろ。マジかよ。ちょっと雲行きが怪しくなってきたぜ。せっかくよ、フレンドでちょしゃめこが湧いたんだ。もったいねえだろ、勝たなきゃ。あぶねえ、ギリギリじゃねえか。弱点にがいっか。よっしゃ、オッケー。バトル5やっていくぜ。ノイハマってんじゃねえかこいつ。そんでいいよ、ここのポイントを説明していくぜ。こういうとこゲージ外そうぜ。入れ番してよ。どっか行っちゃったらまずいからよ。これはブロックを外して安定して殴っていこうぜ。で、次も一緒だ。次も同じようにブロック外して確実に倒していこうぜ。の次ちょっと面白そう。面白そうだね。面白そうだからよ。面白そうだからよ。衛星使ってみようぜ。倒せるんじゃねえか。おお。やべえ、こいつは強えぞ。いやもう欲しかったぜ。イラストも結構好みだからよ。これは大ダメージじゃねえか。よっしゃ、いいんじゃねえの。ちょっと、あい、おかしいな、なんかいつもこんなことねえんだからななぜこんないつまにかギリギリになってんだ。ちょっと片方ばっかり入りすぎてんだな。まあいいや、どうせ最後にしか打たねえからよ、あの SS は。おお、で、ブロック外して、オッケー。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。33段撃破で、なんとかかんとか。ゴゴゴ。じゃあまずは、まあ、ここもゲージ外した方がいいんだが、今回はちょっとやるね。で、まず倒そうぜ、ここ。倒しきれねえか。そんで、次木、あの木すり抜けて下に行く感じか。ここあんまりはまらねえ。すり抜けるからちょうど倒すんじゃないかした。めちゃくちゃいいじゃねえか。そしてよ、何回も言ってんだが今まだ分からねえ。この木、俺初めの近畿の奥に登った時よ、これ同時に倒したらエデンが下に行ってまた上に上がったことがあるんだ。だから気をつけた方がいいよな。確実に2ターンの間に一体ずつ倒す。そうすればエデンは上には登っていかねえ。ここも同じように、やっぱりキラー強すぎだぜ。ブロック外そうぜ。危ねえからよ。入れ番してあのレーダーに触れたら、で次右のエリアに行って仮面をぶっ壊そう。いけねえ。ま、全然時間あるから大丈夫だ。同じように仮面破壊するぜ。これ、これ、これ。結構かわいそうだな、今の。
おい、仮面復活したじゃねえか。じゃあ次は、チェシャネコさんに力を見せてもらおうぜ。おお、もうちょっといけたんじゃねえのか。オッケー、さあボスにやっていこうぜ。でここはよ、まあさっきの通り行けばみんな下にいるはずだ。おのおのこういうふうに一匹ずつ倒していくんだ。ここでもゲージを外すのがポイントだぜ。まあ次も見といてくれ。こんな感じで降りていけないよ。絶対倒せるからよ。で、チェシャ猫さんでも、チェシャ猫って言いづれえな。とりあえず猫って言うわ、今回。オッケー。で、こういう手順で俺はいつもやってんだがよ。いつも思うんだ。あの取り残された牙って何なんだ。でよ。もし本来あっちから倒すのが、そしたら雑魚処理めんどくさくねえか。どういうことなんだよ、これ。まあ、とりあえず邪魔だから倒していくぞ。そのよう、次はゲージを外して上に上がっていこうぜ。そしてあの仮面を倒す。完璧だぜ。まあここも急ぐ必要ねえからよ。地道にダメージを与えていこうぜ。下手にあのレーダー食らっちまうとよ、これで死んじまうからよ。焦らず行こうぜ。おい、これは面白そうじゃねえか。ちょっくら SS 使ってみっか。行ってこい。まあ、ちょっと使う時も悪かったが、申し訳ねえぜ。俺体力がなかなか厳しいな。どうしたものか。うん、まあとりあえずハード取るしかないか。焦る必要はない。気をつけねえとよ、ワンパンしまったら動画になんねえから。まあ俺はよ、ダースベイダーより月読みゼロを持ってきてんだが、こいつ意外とラストゲージ活躍する時が多いんだ。だからラストゲージのために連れてきてんだが、まあ今回ちょっと活躍を見せれるかどうかわかんねえが、見といてくれ。で、ここも同じようにゲージを外して、エビルインナイトをゆっくり倒していこうぜ。一匹ずつね。もう上に入れねえか。でも倒せたぜ。で、これぐらいの角度だな。エビルインナイトの上に入れるよな。おいおい、レーダー。触れてんじゃねえか。ま、上には入れるだろう。いや、あれ？なんかレーダー反応してねえぞ。どういうことだ。まあ、ラッキーということで。そんで次は、これはブロックは外さず行こうか。倒しきれるか。あ、お、でもギリギリ両方止まったぜ。おいおいおい、ダースベイダーの力見せれるじゃねえか。SS 使って上がっていこうぜ。右上はこいつの分身が何とか倒してくれるだろう。お、いいんじゃねえの？ OK！ 素晴らしいぜ。おい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 、ここで活躍の場が来たぜ。SS ぶちかましてやるぜ。行ってこい、インビジブルワンダテイル。おい、何がどうなってんだ。おお、
とりあえず分かったことが、こいつの SS は限定的でしか使えねえ。肝心な武器は使えねえ感じがするから、自強化的な感じで使うのが一番いいか。ぶちのめしてこい。ギリギリ超えてねえ。あぶねえ。ま、余裕を持って SS 使ってこうぜ。オッケー、怒っちゃったぜ。そんじゃダースのベイダーさん、頼むぜ。お、最後はチャシャネコに花を持たせたわけか。何やってんだ、ゲージ外すな。おい、結局月読みさんかよ。ま、こんな感じだ。俺は欲しかったぜ。相当適正じゃねえかこいつ。まあ欲しいやつほど出ねえ。それがモンストよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。